毎日バナナを食べる。バナナは、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれている果物です。毎日バナナを食べると、いいことがたくさんあります。バナナは、カリウムやマグネシウムなどのミネラルや、炭水化物、タンパク質、脂質などの栄養素がバランスよく含まれています。そのため、運動前や運動中に食べることで、エネルギー補給に役立ちます。バナナに含まれるビタミン C やビタミン E は、抗酸化作用が強く、肌の老化を防ぐ効果があります。また、バナナに含まれるビタミン B6 は、メラニンの生成を抑制し、シミやそばかすを防ぐ効果があります。バナナに含まれる食物繊維は、腸内を整える効果があります。食物繊維は、腸の蠕動運動を促進し、便秘を解消します。また、食物繊維は、腸内細菌の餌となり、腸内環境を改善します。バナナに含まれるカリウムは、筋肉をリラックスさせる効果があります。また、バナナに含まれるマグネシウムは、神経を落ち着かせる効果があります。そのため、バナナを食べることで、疲労を回復することができます。バナナに含まれるカリウムは、血圧を下げる効果があります。カリウムは、ナトリウムを排出する働きがあり、血圧を下げます。バナナに含まれるカリウムやマグネシウムは、心臓病を予防する効果があります。カリウムは、血圧を下げ、マグネシウムは、心臓の機能を正常に保つ働きがあります。バナナに含まれるビタミン B6 は、脳の機能を正常に保つ効果があります。ビタミン B6 は、神経伝達物質の合成に必要な栄養素です。このように、バナナは健康に良い果物です。毎日バナナを食べることで、様々な健康効果を得ることができます。私は朝食の時、毎日バナナを食べています。